皆さんこんにちは、水玉将棋チャンネルの時間です。今日も楽しく将棋と勉強していきましょう。今日のテーマは詰めろをかけるその1です。ではヒントを差し上げます。ヒントですね、今この玉がいます。でこの玉を金が守っていますね。で、この玉に対してうまく詰めろ、次に玉を詰ましてしまうよという手をかけてください。1,2,3,4,5。今回の問題の回答を発表します。回答は4,1,銀と銀を打つ手が正解でした。今回の問題いかがだったでしょうか。この4,1,銀という手、よく指したことあるよという方もいると思います。そうした方は次の問題をチェックしてあげてください。それからこの銀の狙いどういう意味なのとか、他に金を打つ手とかあるんじゃないのとか思った方、ぜひ解説の動画をご覧ください。今回の問題の解説に移りたいと思います。正解は4,1,銀と、ここに銀を打つ手でした。で、今回テーマが詰めろをかけるということで、もし相手が何もしなければこの玉は次に詰んでしまうという状態になっているんですね。でやってみましょう。もし後手側が何もしてこなければという前提で先手の番になったとします。すると3,2,銀成同玉、ここで金が3枚あるんですね。ですので、4,2,金、まあ3,1,金もありますが、まあ例えば4,2,金ですね。で、2,2玉と逃げたときに、さらにベタベタと金を打っていくと、2,2金打つまでですね、詰みになりました。これは一つの成功の形と言えます。戻します。最初の4,1,銀と打ったところですね。ここを放置しておくと後手玉詰んでしまうので、まあ、後手は何か受けないといけないんですね。例えばもし持ち駒を持っていれば、金とか銀とかをねこの辺に埋めたりして守ることができます。あるいは、まあ王様がもしねこちらに逃げ道あれば逃げることできるんですが、この場合は持ち駒もなくて、まあ、逃げ道もねちょっと封鎖されているので、まあこれで4,1,銀と打った段階で一手一手の寄りということになりますね。3,1,金と逃げましても、ここですね、大事ですね。同馬と取れば以下同玉に3,2,金と打って、これも、詰んでしまうわけですね。この4,1,銀がスマートな正解なんですが、まあ、他にですね4,2,金と金の方を合わせていく手を考えた人いるかもしれません。これも後の展開が読めていれば正解とさせていただきます。まあ、ただし普通に考えますと同金と取られて同馬、まあ、一歩進んだ段階でですね、相手に金を渡しましたので3,2,金とさらに守りを固められてしまうんですね。で普通で考えるとこうまたね逃げるしかないので、これはちょっと後手を引いて失敗となります。ただしこの3,2,金と打たれた段階で、例えばですね5,3,銀のように次に3,2,馬と切る詰めろをさらに読むことができていれば、これも別の正解とさせていただきます。今回も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画勉強になったよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。次回も詰めろについて勉強していきましょう。では、さようなら。